グループアムフォルストは、ドイツ・バイエルン州、オーバー・フランケン行政管区、コーブルク郡に属する町村であり、隣接するニーダー・フィルバッフ派ともに、グループアムフォルスト行政共同体を形成する。この町は、公式には7つの地区からなる。グループアムフォルストの最初の文書上の記録は、1288年で、ある。 かつてのザクセンコーブルク広告の一員として、グループは、住民投票の後、1920年に、バイエルン州に帰属した。議会は14議席からなる。ユルゲン・ビットマンズ柄、金字に、大きな信用樹。縦の両側横から、緩やかな傾斜の緑の丘陵。グループアムフォルストの聖域ギュス協会、ライヒエンバッハ家の郷土博物館グループ、アムフォルストからは、 連邦道 B303 号線に直接アクセスできる。アウトバーン A73 号線は、グループアムホルストとエイバースドルフバイ・コーブルクの間で、新入路を含めて建設中である。コーブルクリ・ヒテンフェルス間の鉄道路線が走っている。ありがとうございます。